はい、皆さんこんにちは、松本武文です。今日はですね、ベッド周り大事というお話をしようと思います。ちょっとした環境の工夫というのはたくさんできますので、そこをですね、参考にしていただけたらと思います。ベッドでですね、その方は起き上がって立ち上がって、車椅子に移るなんていう動作をしていますよね。ベッドというのは非常に生活動作の大半がそこで行われますので、その方にとって動きやすい、毎日の日課でその人の力をちゃんと引き出せるっていうね、その方の生活動作を引き出すベースになりますね。はい、ここをちゃんとぜひ大切にしていただけたらなと思っています。で、例えばですね、ベッドから立ち上がるっていう時にですね、異常バーというものを持っていただいたりとか、そのもう一つ前に手すりがあった方がいいなという方もいらっしゃるんですね。もう一つ前にこれ手すりを置いています。これベストポジションバーという手すりなんですけれども、これはですね、天井に突っ張ってですね、突っ張り棒のような形でいろんなところに設置、場所は自由に設置できます。で、こういったですね、U字バーとかですね、アタッチメントもたくさんつけれますので、非常におすすめの福祉用具だと思います。これね、設置例としてはですね、ベッドの近くにこのように置いてあげてもいいですし、その後こう手すりを渡してもう1本とかですね、このようにも置いたりしてですね、だいたいこのセットで800円とかそれぐらい月、ぜひですね、試しにつけてみるっていうこともおすすめして、在宅で介護されている方なんかにも非常におすすめですね。この施設ではこのように工夫してます。鏡が置いてあったりとかですね、ピーンとこうね、カラーテープを壁に貼っつけたりしていますけど、これ何かというとね、まっすぐ立ちたいというね、ご本人さんの、お気持ちに対してですね、じゃあ鏡で顔を写しましょうね。その後姿勢がまっすぐなるようにちょっとね、テープを意識してください。このテープでね、まっすぐ体が立つのを意識してくださいね、斜めになったりしないでくださいねっていうようなことを、メッセージとしてですね、このベッド周りでこのような環境設定をしているっていう施設ですね。ただ立って車椅子に移るってなるとですね、あんまり自分の姿勢って意識しないんですよね。はいはいはいってそのまま移ってしまったりするんですけども、一旦立った時にはついでに顔をね、鏡で写す、姿勢をまっすぐ意識する、それから車椅子に移るっていうような動作をしてるとね、毎回毎回が全然違いますね。はい、多分1年後全然違ってくるんじゃないかなと、思えるような環境設定でいいなと思っております。ベッドとかね、車椅子の置く場所っていうのもですね、微妙にずれたりしやすいですので、こうテープでね、マークをしてあげるっていうようなこともしていますね。結構ね、ベッドって押されるんですね。ベッドギュギュギュッと押されてですね、位置が変わってたりしてですね、そうするといつも通り手すりに手が伸びないとかいうようなこともこの方あったので、ベッドの位置はちゃんと、カラーテープで車輪の位置をね、マーキングする、で車椅子はこの位置っていうようなところで車椅子の位置もマーキングするなんていうことをして、環境が変わらないように気をつけてマーキングをしているっていう方ですね。紹介したのは本当にベッドの一場面なんですけども、このような工夫ができます。例えばベストポジションバーといってですね、異常バーともう一つね、持ちやすい手すりを用意してあげるとかですね、あるいは鏡をつけて自分の顔を写していただくね、鏡はね、非常に客観的に自分を見れますので、曲がってるな、斜めだなとかいうの非常にね、戻しやすいんですね。鏡を見てもらうという工夫をしてみてください。あと壁にテーピングをして体のまっすぐを意識していただくとかですね、ベッド、車椅子の位置がね、毎回違うということがないように、マーキングをしていくっていうような形で、ちょっとした工夫でその方の生活動作守っていってあげるということができますね。はい、ぜひ参考にしてみてください。今日は以上です。ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。